ヤホー皆さん、おはようございます。コスプレイヤーの味噌汁です。ただいま11月13日朝の7時です。おはようございます。寝起きです。はい、待ちに待った FFB メンテが明け、アップデート、新ユニットやらね、いろいろアップデートされております。イエーイ。やっぱ元ネットゲ廃人、元引きこもりネット廃人からね、考えるとやっぱメンテ明けのね、レアダッシュ的なね、あのメンテ明けのね、レア召喚っていうのがね、結構ね大事ですよね。なぜならば、やっぱなんか体感出るような気がする、気がするだけだけど出るなので、せっかく新ユニット召喚ガチャ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 回すなら動画を撮ろうと思い、寝起きで化粧もせず回しております。恥ずかしい。化粧してからにしろよって思われる方いるかもしれませんが、嫌だ。だって化粧したら30分後とかになっちゃうんだよ。そしたらさ、ね、メンテ後ダッシュみたいな気分じゃないからさ、参ります。はい、というわけで、うわー、もう体力満タン、動画回してる場合じゃない、まず消化しなきゃって思うところだけど、まあまあまあ言うてね、そんなことしてたらね、動画撮るのがどんどん遅れちゃうからやめて。はい、メンテナンス終了のお知らせつうことで、何が変わったんだろうな、ワクワク。お、これすごい、クエストレポート請負中に依頼主の位置がミニマップで分かるよう変更。これね、めっちゃ嬉しい。これ私ね、周りで、ね、ブレフローやってなくて FF やりだした友達が結構いて、でなんかこれの文句をね、よくね耳にした時に、私はもうね、エリムさんなら絶対すぐ変えるから見とけよみたいなね、ことをね、すごい言ってた覚えがある。熱い信頼、すぐ直してくれてありがとうございます。助かる、すげえ助かる、ありがとうございます、神。はい、そしてこれだね、新ユニット追加、サオ、ガラフ、ゴルベーザ、絶対ゴルベーザだよ私、ゴルベーザ絶対強いけど、今日狙うのは X ですね。新ユニでもなんでもないけど X です、欲しい。はい、そして異界に新たな強敵が登場も今日ですね。じゃあこの召喚動画終わったら絶対倒しに行く。そのために今日いろいろ育ててきたからね、装備とかね。じゃあまあまあ早速は、まあ言う前に引きましょう。チケットもねあるので、ちょうど10回はいけるので10回行きます。緊張するな、眠たいけど楽しみが増えたから嬉しい。じゃあこの、いや先に6回自分ので引いた後チケットで4回行こう。だってチケットは運営さんがくれたやつだからね。よし、1回目、えい、何が出るかな、何が出るかなっていうか、 X です。X ですよ、た。X ですが欲しいんだけど、ゴルちゃんね。うん。でもさ、これ、嬉しいのってさ、何が嬉しいって、トラストが上がるっていうさ、自分のさ、中のさ、嬉しいね、何かがあるからね。同じの出ても、ね、嬉しいんだよね。来い。2回目。あー、来い来い。見たくない見たくない。まあまあまあ。まあまあまあ、トラストが上がる。トラストが上がる。3回目。マジで X です。マジで X です。マジで X です。まあまあまあ、まあまあまあ。4回目。お願いします、お願いします。お願いします。
なるほど、トラスト上がる。お願い、5回目お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。あー、あれ見えてなかった。死には見えてない。なるほど、なるほど。6回目なのかな、これ本当に。えい、なるほど、トラスト。よし、ここまでは私のあれだけど、ここから運営さんがくださったチケットで召喚していきます。運営さんお願いします。頑張るから、私今日からいろいろ頑張ってるから、お願い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 。よし、今呪いとか思ったでしょ。呪いじゃねえからこれ。頼む、割れろ。まあ割れなくてもいい。いやー、フラン率高い。最近フラン率高いよ私、ほんと。お願いします。可愛いけどね、フラン好きだけどね。お願いします。いや、カイエ、私もね、今現役だけどね、何するにもカイエ連れてってるけど、トラスターかかる。よし、これ来たんじゃない、これ来たんじゃない、これ来たんじゃない。うん、とにかく新職、新入り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 、にゃん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 。まずはありがとうございます。やっぱりチケットだ、やっぱりメンテコチケット。やっぱね、運営さんさすが、分かってる。よし、来い、この調子で X です、来い。にゃー、まん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 こんな感じでーす。この暗闇の雲から始まり、はい、こんな感じです。じゃん、ジャパー、じゃん、じゃん、ジャパー、じゃん。よし、ガラフ出た。オッケー、オッケー、ガラフ出た。じゃあ、ガラフ、せっかくなんで見ていきます。最初のね、召喚動画とかで、ミサシ、マジ、FF 知らねえじゃん、みたいな。FF 知らない人の、動画ってみたいなことをすごい言われたので本当に申し訳ないです。 FF 知らないのに FF の動画撮っててすいません。でもね、言い訳なしね、 FF をなぜ私人生でやってこれなかったかっていう理由をね、ちょっとね、言い訳させてくださいよ。あのですね、私 FF って全部ストーリーがつながってるかと思ったんですよ、幼き頃、まだ中学生とかの時で。なんか結局どれからやればいいのみたいな。1からやるの大変だよみたいな。どこで変えるのみたいな感じで。なんか、全部繋がってるストーリーかと思ったら、ついていけないと思って、手出してなかったの。だけど、中学の途中かな、どっかで、なんか、違うよみたいな。あれは別に、全部独立したストーリーであって、全然関連性はないからやって大丈夫だよって言われて、初めてやり出したのが12だったんですよ。楽しかった。だから12はすごく好きだった、バルフレアが。声もね、声もさ、私サンジ君とか好きだからすげえハマった。でその後レース機とかね、やったりとかしたんだけど、まあ、その後ちょっと派生のキングダムハーツにダダハマりしちゃって、そういうキャラはね割と覚えたんだけど、そこに出てきたキャラなかなかね出てきてくれない。待ち遠しい。まあいい、そんなことは置いておいて、はい、読みます。ガラフ、ファイナルファンタジー5。異界に伝わるクリスタルの物語に登場する老戦士。第二世界にあるバル城の王で、かつて暗黒魔導士エクスデスと戦った?エクスデスと戦った?暁の四戦士の一人。
力及ばず倒せなかったエクスデスを第一世界に封じざるを得ず、他の世界に災いの種を押し付けたことを悔やみ続けていた。平和と仲間を愛する心は誰よりも強く、ムーアの大森林ではバッツたちの危機を救うためエクスデスに一騎打ちを乗せた。エクス、私めっちゃエクスデス欲しいのに、エクスデスというゆかりのあるやつが出てきた。惜しいね、かすってたんだね。バッツと一緒なんだね、バッツ。ってことは、なるほどなるほど、うちバッツいるよ。ほら、おー、なるほどね。いや、エクスデス欲しいな。エクスデス欲しいな。あと3回いけるしね、3回いけるしね、来いよ。いやー、知ったよ、私知ったからください。にゃーん、寝起きなんだけどテンション上がるわ。やっぱ新キャラだしね。オッケー、来い。あ、来い。願い願い願い。リリアかー、まあ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 、トラスト上がる。来い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 よ。はい、というわけで、寝起きですいません。わけわかんないテンション、いつも。そっか、まあでも、ごめんね、パジャマなんだこれ。そうだな、ガラフ出たから、まあ自分の中ではよしとしよう。ガラフが強いかどうかわかんないけど。はい、というわけで朝寝起きではありますが、こんな感じで召喚の動画を終えたいと思います。皆さんありがとうございました。さあ、今から私は強敵を倒すために頑張ります。ジジジチャンネルではチャンネル登録お待ちしております。こちらの赤いボタンをタップまたはクリックしていただけるとチャンネル登録ができまして、私たちの最新動画の更新通知が届きますので、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、次回ゲーム実況まで。